鳩の聡友もえは、日本の医師。一世から十世までが同じ名を受け継いで、活動していたが、一世と八世が、特に有名である。一世は、金を犯して、オランダに渡航し、医学を学んだという。八世は、熊本城下で医術を行としていたが、西南戦争時、1877年2月23日殺軍の治療教養に対し官軍、殺軍一般庶民と別なく、 治療を引き受け実施した。戦後罪に問われたが、最終的に九州臨時裁判所から無罪判決を受けた。各人物の詳細は以下に述べる。藤並豪一以下先鉄症増収より、鳩の総ともえ関へ18年、長崎に生まれる。幼少の頃から、手島のオランダ間に出入りし、外国事情に関心を抱く。オランダに密出国し、 医師ポストに医学を学んで帰国。その後南蛮位カスパルとアルマンスについて検算する。佐賀藩主の会派との負傷を治したので、派との医者から展示、藩主の命で中島姓から派との姓に改めた。出国のことは陰徳に努め、八生が明治時代に明らかにした。なお、出国を証明する文章は存在しない。大阪に展示、財をなす。 以上は、鳩の家文書による。元禄10年うるう2月8日、大阪にて生居。墓は不明。熊本市北区にある、鳩の僧友への銅像発生の行為に前後して、高松領運が、函館戦争時に負傷兵士を敵味方の別なく看護したり、西南戦争時に、佐野城民が白愛者を設立したりするなど、日本における、 赤十字運動の先駆けとも言える活動が見られる。八世、ソうトモエが検証されなかったのは、彼の行為を時の政府に報告する人を書いた、ためとされる。カスパルシャムベルゲルの退日は1649の51年なので、1641年生まれの、ソうトモエが、シャムベルゲルので死になることは考えられない。 アルマンスカッツの対日は1661から62年で、あるので、こちらは可能性がある。ヒゴイクシホイ P64 昭和45年8月1日専有新聞。鳩の家にはこれらの新聞が保存されている。ありがとうございます。